さて、これからのことだが。ナルト。少し考える時間をくれってばよ。あまり遠くに行かないようにね。少し頭を冷やしてくるといい。お前は今どこにいて何を考えてんだ。あのマダラってやつが言ったことが本当ならサスケ、お前はお前はやつを止められるのか。サスケを殺してでも。サスケの前にお前の方を先に見つけられるとは思わなかったってばよ。うちはイタチ。今の俺に戦う気はない。ただお前と話をしたい。くっ、俺を騙そうったってそうはいかねえぜ。てめえを捕まえればサスケに会える。逃がしゃしねえ。なぜそこまで弟にこだわる。あいつは抜け人だろう。あいつにこだわる理由だ。なのすげえ簡単なことだろ。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。お前を捕まえてサスケを説得する。そして今度こそ一緒に木の葉に帰る。お前は絶対逃がさねえ。戦闘開始。おっ、いや、俺に戦う気はない。お前になくても俺にはある。絶対に逃がさねえってばよ、イタチ。君にも負けないぞ。こちらだ、魔導士。お前を倒せばサスケが戻ってくるはずだ。お前とのことは運べばいいわ。俺と戦っても無駄だ。こいつさっきから何言ってんだ。魔導士ルカン、こっちだ。魔導士、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 どんなに厚い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。
サスケ、もうすぐだってばよ。やるようになった。言っただろ、お前を捕まえればサスケを。だが、現実。先ほどお前はサスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもしそのサスケが木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうする？なんだ、なんでサスケがそんなことするわけないだろ。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合、お前は奴を止められるのか？サスケを殺してでも、サスケと木の葉を天秤にかけられるのか？木の葉は守る。そんでもってサスケも殺さず止める。子供だな。お前の話は絵空事ばかりだ。忍びは時に厳しい選択を迫られることもある。前にも一度同じことを言われた。でも選択肢なんかねえ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。お前にその力を渡しておく。どういうことだってばよ。お前は俺を狙ってたんだろ。もう行く。これから大事な用があるんでな。あん時イタチは何が言いたかったんだ。なんで俺に。ナルト、ちょっとこっちに戻ってきてくれないか。なんだ。おっと、それにサイたちも。なんでこんなとこに。ナルト、あんたに話があるの。え？今さくらちゃんなんて言ったの。だからナルト、
あんたのことが好きだって言ったのよ。人が告白してんだから、ちゃんと聞いてよね。